なんだ、今巨階級に落ちた攻撃的なコスモ。一瞬にしてサガたちのコスモが消えた。あの世へ逆戻りしたのかもしれんの。釈迦の引導によって。そんなバカな。しかしこのままでは全てが水の泡に。どこへ行くシオン。わしがいる限りお前はこの場を動くことはできん。ならばどうこ、先にお前を殺すしかあるまい。かつての友、それゆえ後にしようと思っていたが、遅かれ早かれ撃たねばならんのだからな。行くぞどうこ。フルカシオン。お待ちください、老師。その者の相手は私にお任せ。お前は死竜。老師、遅ればせながらただいま到着いたしました。どうかその者の相手はこの死竜に。春霊に二度とご老法を動くことのないように言い置いたはず。不自由な目をしてなぜ動いたのじゃ。なぜとは。老師、それはこちらからお聞きしたいことです。サンクチュアリがこのような危機の時になぜ私たちブロンズをのけものになさるのですか。全てはアテナのご意志だ。老師、聞け飛竜よ。お前たちはもはや十分に戦ってくれた。せめてこれから安らかに生きてほしいと願うアテナのお心がわからんのか。わかりません。今さら安らかに生きろなどと。しかも老師さえ戦いに立たれたこのような時に、なぜ死んでほしくないのじゃ、お前たちに。老師、わかりません。この試練、未だ未熟者ゆえ。どうこよ、ちょうど良い道連れができたようだな。して仲良く葬ってくれるぞ。何を。下がっていろ、死竜。これは死をどわしの戦いじゃ。何人たりとも手を出すことはならん。行くぞシオン。来い、どこ。おわ。はあ、なんという凄まじいコスモのぶつかり合いなんだ。しかもこれはお互いのパワーが中間でぶつかり合い、くすぶっているのを感じる。老師とシオンの力は全くの互角だというのか。どうこよ、勝負は決まったな。なん、私もお前と戦えばワンサウザンドウォーズに陥ることは必至と考えていた。しかしどうこよ、243年という時の流れが二人の優劣を分けたようだ。なんじゃと。どうこ、お前は108の魔性を封じ込めたアテラの封印を見守り続けて老いぼれた。もはや昔の力はない。いかん、老師が完全に押されている。これではやられる。どうこ、老いぼれのお前にはもはや勝ち目などないのだ。うわ、老師、しっかりしてください。老師。雑魚はどいてろ。心配せずとも、お前もすぐに葬ってやるわ。まず、むざむざと老師の首を取らせはしないぞ。目が不自由な上にそんな傷だらけのクロスをまとって、一体何をする気だ。
らせて。いや、この名ばかりのひよっこセイントが。たかが雑魚といえど、これ以上ちょろつかれるのも目障りだ。レディー、ゴー。目障り。ジャーハ
たかが雑魚といえども、これ以上ちょろつかれるのも目障りだ。お前、待て、死ぬよ。手出しはならんと何度言ったらわかるのじゃ。しかし老師、私はセイントです。地上の正義と平和のために戦うアテナのセイントです。死ぬ。私は多くの同志が戦っているのを見ぬふりをして生きていくことなど死んでもできません。このシリューは。わかった、シリュー。アテナにはわしからお詫びしておこう。老師、一緒に死ぬか、シリューよ。老師。どうこよ、かわいいマナ弟子との別れは済んだか。ならば今度こそ師弟仲良く視界へ送ってくれるぞ。慌てるでない、シリューよ。シオン、お前にはわしは打てん。何、危うく首の皮がつながっているくせに何をほざくか。くらえ、とどめのスターダストレボリューションを。これは、ライブラのクロス。ライブラが盾になって俺と老師を守ってくれたのか。だが悲しいかな、お前にとってそのライブラのクロスはもはや無用の長物。追いさらばえた身にそのクロスをまとうことはできぬ。逆にクロスに振り回されるのがオチだ。さあ今度こそとどめだ。もはや何者もお前の死を妨げることはできぬ。死ね。なんだ、今にも死にそうなはずの瞳子の体から立ち上るこのコスモは。しかもこれは今までのような追い果てたものではない。これは死を言う。わしがなぜ243年間も五郎砲の大滝の前に座したままだったと思う。それはハーデス軍の監視だけが目的ではなかったのだぞ。なんだと。そうよ、なぜライブラのクロスがここに飛んできたのか。それらすべての答えを今見せてやるぞ、シオン。何？なんだこれは。どうかの皮膚がひび割れて、まるでサラミが脱皮でもするかのように離れ落ちていく。バカな。老いた皮膚はすべて離れ落ちて、その下から現れたこの肉体は紛れもなく243年前の若々しい18歳の頃の瞳子だ。そうだシオン、わしはアテナより偉大なる神の力ミソペサメノスを施されていたのだ。ミソペサメノス、あの神々の歌詞の方と言われるミソペサメノスか。そうだ、243年前ハーデスとの凄まじい聖戦が終わった時、生き残ったわしとお前はまた来たるべき聖戦に備えてアテナより使命を授かった。シオン、お前は教皇としてサンクチュアリを守り、わしは108のハーデス軍の魔性を封じ込めた塔を監視するという役目だ。だが今言ったようにアテナよりミソペサメノスを施されたわしの心臓はその日から
1年に10万回しか動くことはなかった。バカな。10万回とは人間の1日の平均鼓動ではないか。それではそうだ、243年という歳月はわしの肉体にとってはわずか243日間でしかなかったということなのだ。恐るべきはアテナ。まさかどこにそのような瑕疵の法を施していようとは。シーユよ。はい。いつまでも何をしている。アテナにはわしからお詫びをすると言ったはず。早々にムーの後を追い敵を蹴散らせ。はい。良いか、シリュウ。そいつらスペクターを一人も生きて返すな。アテナを死んでも守り抜くのだぞ。はい、ロシ。動くな、小僧。動けんのはお前の方だ、シオ。行け、シリュウ。はい。シリュウよ。さあさあ。よいか。お前は決して死ぬんじゃないぞ。どうこ、243年ぶりにライブラのクロス装着。さあシオ、これで全て対等だ。243年前と同じように。いいだろう。その方がかえってこちらも心置きなく殺せるというものだ。だが本当にこのシオンと力まで対等になったのか試してやるぞ。くらえ、どうか。バカめ、自ら消滅を望むか、シオン。どうあってもお前は倒さねばならん。喰らえ、どうこう。レディー、オン。手触りで、Yeah!